流太鼓プロジェクトインナーデイズスポーツのそこでつまりはい静か言う今日はですね、初めてのインナー初めてのトークライブということで、コロナでね、結構生の演奏の機会減ってるんですけども、ネオスタイルという DVD が今度予約発売しますので、その DVD のこうちょっと中のものをぎゅっと凝縮したものをダイジェストでご覧いただきながら、メンバーでトークライブを進めていきたいと思います。はい、まあね、このネオスタイルの DVD みたいなね、はい、結構いろんな内容をこう凝縮しているので、今日はさらにあ、6セクションあるうちの1セクションから持ってきてギュッてしたんですね。ええ、ちょっとね、難しいんですけど、あ、今年はあの2020年はあの、まあ、可能性の開拓ということで、予定していたのネオスタイルがライブで予定していたんですけども、ちょっとこう路線を変更して DVD として、収録することになりました。で、そのネオスタイルの中身がですね、はい、6セクション入っております。6セクションで、まあ、DVD に入っているのが、モード七声、七手をこう中心にしたモード七声と、その後が幽閉サイド、3つ目がですね、インドラム。これはドラマーのゴリさんをゲストに迎えております。で、その次がレオンサイドレオンサイドです。で、5つ目インドラバラード、ちょっとバラードを集めたセクション。で、最後が七瀬サイドの6セクションで、はい、しております。はい、で、今日は、トークライブ第2回目ということで、そのネオスタイルの DVD の中からインドラバラードをちょっとご紹介していきたいと思います。イエイ。バラードはあの、ゆうさん演出止まるところで日本語難しいですね。名前でしょ。さっきから名前で止まってた日本語っていうか名前演出をしていただいているので、ちょっと、ま、真ん中で座ってもらって、はい、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。早速ちょっと、ま、インドラバラードについて、はい、ちょっとご紹介をお願いいたします。そうですね、まああの、まあ、一番多分分かりやすい、ね、セクション名なんだけど、まあ、インドラがお送りするバラードっていうことでねなんだけど、まああれですね、あの基本的には僕は太鼓をやってないんですね。知ってないっすね。そう私もやってない、まあ、そうだねいいのかところが、まあ、このセクションにはまずありますが、僕はピアノしかやってないし、七瀬は笛しかやってないんだけど、まあ、そこは受け入れていただいた上で、まあ、もともとそういう太鼓以外の楽器っていうのはすごいやってはいたんだけど、まあ、その時期、まあ、基本は太鼓の演奏家なんで、まあ、そのある楽器には触れない時期があったりとかは、それはもちろんするんだけど、あの去年はね、なんかこうすごい曲を2019年ね、あのいろんな舞台にこう曲を提供する機会が多くて、でそれはあの太鼓だけじゃなくて、やっぱりそういうメロディーがやっぱ乗っかってるものが作るのがすごく多かったんだね。だそうするとやっぱあの、まあ、ピアノとかああいう楽器を引っ張り出して、まあ、作る機会がすごい多くて
まあそこで改めてやっぱああやって弾いてみると、なんかあの楽器はやっぱすごいなと、ね、で 僕らは普段はそういうメロディーがない状態で勝負をしてる、はい、でそれでこそなんかねこう語れるものがあると思ってやってるんだけど、まああれはあれでやっぱりねいいよね、メロディーとかああいうハーモニーがあるっていうのは。だからまあそれをこうインドラ的にこうやったらどうなのかな、うん、でやっぱあの曲提供するだけで実際自分がやらないことが多かったので、うん、その作ってきた曲を曲たちをなんか自分でやりたいなと思って、でちゃんとこうインドラで太鼓も入れてその形でこう演奏したいなと思って、ちょっとアレンジして形作ったのがまあこのインドラバラードっていうくだりで、一応今回は3曲ね収録してますが、どれもあれだね、あのその舞台用に提供した音楽たちなので、それを完全に自分たち仕様にちょっとアレンジしてる感じですね。舞台ご覧になった方とかはもしかしたらあれだっていうのが分かるかもしれないですね。あれやあれや、そっちのこれか、知っとるで、え、知っとるで、知っとるで関西の方、西よりだね。まああのね、百聞は一見にしかず、はい、ぜひぜひ聞いていただきましょうか。聞いて、聞きながら、じゃあまああの今回もあれですね、チラ見せコーナーということで、はい、チラ見せコーナーです、はい、インドラバラード3曲だね、今回収録されているのは。じゃあ皆様ご覧ください、ご覧ください、スタート。1曲目、道です。これはこの間のインドラ音絵巻でやった、あ、そうだね、音絵巻の結構後半、後半ですね、だから知ってる方多いかもしれないです。あ、そうですね、前回のあの限定の DVD にも収録されてました、ライブバージョンが。そうですね、今回はちゃんと収録して七瀬さん、七瀬さんの肩筋が、肩筋がいい感じに光に当たって、そうなんです。これどういったコンセプトで、これはね、あのバディアージという舞踊団の方のたちのこうな15周年かなの記念公演のフィナーレ用に作ったんですね。でこの道っていうタイトルがあのその公演の各演目になんとか道とかなんとか道とか全部ついてて、まあ、それがそう、まあ、なんだろう、人が生まれてから死ぬまでの、まあ、あらゆる道を表して、それを通って最後にこう、まあ、天に帰るみたいな、なんかそういうコンセプトのフィナーレ曲です。フィナーレ曲ですか。そう、2曲目ですね、はい、でこれまあいろんな読み方あるんだけど、僕の中では陰陽としてますね。陰陽です、陰陽陰陽、これもそう、これもそのバリアージさんの舞台用の曲で、うん、これがそのフィナーレの前だね、フィナーレの前、前、そうで、これがあの生と死をテーマにした曲で、光と影というか、でこれをなんかその要は生と死2人の演者がこう演じてくんだね、これからこう死にゆくものとこれから生きるものみたいな、でまあその死んでく人はその生きてね、若い力にこう嫉妬もあるんだけど、その人のためにこう何かを残したいとか、なんかそういういろんなやり取りの中をこうまあイメージしてる曲だね。泣いちゃいます。泣いちゃいます。あ、ちょっと雰囲気が。あ、これまたちょっと違う。これあれだよね。極端なこと
これバラードじゃないこの編成でやりましたってこれはもうあれですね、そのまんまだね、一粒万倍、はい、ここもう何年ぐらいかね、3、4年ぐらいずっと関わらせていただいている舞台で、毎年あの銀座シックスの完全能楽堂で公演をやってるんですけど、日本神話を元にした王国豊穣をテーマにしただから舞台があるんですけど、まあ、それのこうフィナーレっていうか、まあ、最後の一番盛り上がる大団円の部分で演奏する曲ですね。まあ、このね舞台はあの本当幅広いジャンルの人たちが携わる、和洋問わずね。ピアノあると結構なんか気も全部網羅できちゃう。あんまそんな感じだね。実際はね、シノブエの他にあの琴と尺八が和楽器で、洋楽器はあのチェロとバイオリンみたいなね、うん、結構いろんなジャンルがあるんですけど、終わっちゃいました、ね、終わっちゃいました、ね、まあそんなね、多い楽器をここではまあちょっとピアノだけでできる限りやってみた、やってみた感じです、はい。なんか和の旋律をピアノのこう用の音階していくときに難しいみたいなこととかもあるんですか？なんか今の俺あんま聞いてなかったな。なんだ。ぼーっとしてました。なに、和が用がどうした？なんか和の音階とか用の音階とかもあるじゃないですか。で、なんか和楽器をベースに作ってたりするとそのアレンジするときにこうどこを変えていこうみたいのでちょっと苦労するみたいなところとかも。ああでもあるね。で、あのなんかメロディーっていう部分ではあんまりそんな感じないけど、なんかあの楽器ごとにやっぱなんか奏法があったりするみたいな。でなんか日本の楽器ってやっぱその辺が結構やっぱ特徴があるなとは思って、でそういうのも含めてなんか文化が出来上がってるところもあるから、なんかちゃんとそういうのも含めて作りたいっていうのはある。だからなんかいつもなんかできないながらも入れたい楽器は必ずなんか勉強するんですよ。で可能であるなら触れるもんは触る、触ってあの音はどうやって出してんだろうっていう実際自分で体験してみて、うん、あーってなってじゃあって言っていいじゃん。あーってなってじゃあそういう感じ。このインドラバラード3つをこう含めて見どころみたいなところが、特に結構ない回でご覧ください。特にないって意味じゃなかったあのあれですね、まあ、全然なんか和楽器と洋楽器がすごい織り交ざってる感じなんだけど、なんかこうピアノと太鼓ってすごい合うし、でもちろんなんか篠笛とピアノっていうのもすごい合うし、なんかこれはこれで自分的には全く違和感を感じてなくて、なんかそういうこれで一つのバンドになりうるなすごい思ってて、だからなんかそういう音のなんだろう和と洋って区別して見ないで、それで一個になってる感じをこうなんかちょっと見て聞いて楽しんでいただけたら嬉しいです。はい。ですね、はい、なんでニヤニヤ映ってるから。ということで、インドラパラード。ダイジェストでお送りいたしました。ぜひ皆さんネオスタイルの DVD、ご予約ください。発売は、6月に6月の今副音声ですか6月の頭に、はい、発売になると思うんですけれども、はい、ご予約期間は発売したら4000円のところをご予約期間は3500円でお買い求めいただけますので、ぜひぜひご予約をお待ちしております。お待ちしております。お願いします。それでは。
は特集をここら辺でお開きとさせていただきます。はい、皆さんまた。